春の息吹は命の息吹、愛の息吹、キリストの喜びが天日に地の下までに満ちるとき、聖なる方の息吹の中に、アレルヤ、アーメン。キリストイエス様、私たちをこの礼拝に呼んでくださったことをありがとうございます。作られたすべてのものは御座にいます方と子羊なるあなたを褒めたたえています。礼拝の中であなたの
願いがなると私たちは信じています。癒しがなり、許しがなり、喜びが満ちる。どうかあなたへの賛美が、喜びがこの地に、地の果てまで満ち、あなたの愛なる願いがなりますようにと祈ります。これからの礼拝の時をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。最初にこの春のアレルヤをね、賛美したからでしょうね。まだつぼみなど一つも開いていない一番寒いこの時に、春のアレルヤを賛美する。神様がこのもう桜の満開の花を見てくださっているように、私たちもそんな風に見られてるんだって。見られるということはそのようになるということですよね。癒されて、許されて、喜びが満ちる。なんか、とってもなんか嬉しくなってしまいました。そしてこのアドトローヌムを賛美していると、どういうわけかもう枯れたあの芝生から、この風の教会のそこの芝生でももう枯れてますよね。でもそこから緑の芽が吹き、あのもう葉をすっかり落としてしまっているあの木から芽がバーッと伸びていくような、なんかそんなイメージが湧いて、いや全地が喜んでるんだって、主を喜び褒めたたえる時が来てるんだって、そんな思いがしました。あの私たちにこう神様はこの礼拝に、御座の前の礼拝に、私たちは天の礼拝、さらにまあ宇宙礼拝と呼んでいますけど、その礼拝に呼んでくださってますよね。そしてその礼拝について神様はこうどんどんこの神様の願われる礼拝っていうのがどんなものなのかということを表していってくださっているような気がして仕方がない。で賛美も次々与えられ、なんか新しい賛美の時が来てますよね。でも同時にその新しい賛美、新しい礼拝の時に、いつもこのキリストの十字架に目を向けよ、このキリストの十字架を見失うなって、なんかこのそこに神様は迫っておられる。だから、もう癒し礼拝のたびにあの私たちはイザヤをしてきました。まだ5節までしか言ってませんが、今日はイザヤ53章の5節の後半部分を共に賛美したいと思います。あのこの賛美の中でこの私たちは全ては完成するって言って信じてますよね。でこの具体的にですけど、この神様の御言葉というのはこの どこのページを聖書のどこのページのどの節を取っても実は愛の響きですよね。私はこの賛美が与えられるようになって、花や木や鳥やもう全てのものに命の響きがあるというのを発見しましたけれど、この御言葉にある響きほど美しいものはないとずっと思ってきたんですね。愛だからなんですよね。だからこの御言葉を賛美する、まあ、神様が与えてくださった賛美を賛美するという時、その響きとねハーモニーすると、この御言葉を与えてくださった神様の願いがこの同じように響き合っているところになっていくと信じるんですよね。あのよく太鼓の話をしましたよね。この辺に太鼓を置いて賛美していると、誰も太鼓打ってないし触ってもいないのに、賛美に合わせて太鼓の皮がもうブル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 、もうすさまじい勢いで震えています、賛美に合わせてね。そのことが私たちにもこの地球にも起こる。賛美によってその愛がね、癒しの響きが伝わっていき、癒されていく。実際この癒し礼拝の時にはよく言いますけどね、こう賛美しているとがんも一緒になんか震えて賛美しているじゃないかって、
そして検査したらもうそのがんが消えていたとか、骨が賛美に合わせてキッコキッコ音を立ててこう鳴っている、そしたら歪んでいた骨がまっすぐになっていたり、折れた骨がくっついているとか、なんかこの賛美の響き、まあ、御言葉の響きですよね。それをなんかこう受けるというか響き合うということをなんか本当にしてほしい。今からイザヤ53章の後半部分をしますけど、このラテン語が最初ですが、分かんなかったらもうその響きをなんかこう口に出すか、あるいはもう出さなくても聞いててもいいんですけど、なんか内なるものがこう響き合ってるというね、なんかもうそれを知ってほしい。私たちのうちにはもうすでにこの賛美に響き合うものを、まあ、信仰とも言えるし、もうその賛美をここに神様を与えてくださってるんですよね。だから、はい、そうして歌ってください。いきましょう。
我らは癒されたのだ、もう完了形で言いますよね。で、癒されたのだ、この御言葉の響き、本当に癒されたのですよね。先週の日曜礼拝の後、私たちはここにハンカチや小物を持ってきて祈りますよね。で、それはこのそのようなハンカチや小物を通してまでも神様は働かれると、それを信じて祈るんですけど、大抵その時にその日神様がしてくださった癒しや、これからされようとする癒しとか、あるいは語りたいということが、なんかこうそういうハンカチの前でこう言葉が与えられることが多い。で、先週は実はとっても不思議な言葉が来ました。隠されたところに私の癒しを注ごうだったんですね。そして、まだ1週間しか経ってませんが、それを聞いて、まあ、残っておられた方はそうたくさんおられなかったんですけど、それを聞いただけでね、私が実は隠してた、まあ、隠してるつもりもないのに奥深くあった傷がね、なんか癒されて軽くなっているのに気がつきましたとかね、そんな証しをねくださる方もありました。私はこの隠されたところに私の癒しを注ごうなんて言葉、それまで聞いたことなかったから、やっぱりどういうことかすぐには分からなかった。それでもうこの傷はね、この痛みはね、生涯誰にも言わない、神様にすら打ち明けないで墓場へ持っていこうと思っている、そんな痛みを持った人の傷をね、癒そうと神様が言ってくださっているんだろうなと思って、もう傷もね抱えないでいいって、神様が癒すと言ってくださってますよというようなことをその時は付け足したんですね。でもそれを言った後から、いや神様はそんなことだけを言っておられるのではない、まあ、それは確かにこう傷を持ち続けるのは痛いですよね、でも主は十字架にその傷のためにかかってくださったんですもんね。だから何かこの隠されたところに癒しを注ごう、これは新しい癒しを、新しい癒しの次元ということは新しい礼拝の次元なんですけど、神様はそれを開こう、いや開いているのを見てほしいと言っておられるような気がして、だからまず最初は今私たちは中国や韓国のために祈り賛美してますよね。この国々と日本との関わりの中にある隠された痛みを癒そう、誠の平和がなるためにこの癒しを注ごうと言っておられるのかと、まず最初考えたんですね。で、それもあるかもしれないけれど、いや何かあるはずだと祈り求めていました。そしたら週の終わりですけど、私たちはスペトレっていうのをするんですね。ある聖書箇所から御言葉を決めて、それについてのメッセージを書き発表するという場が働き人の中であります。それが今月はピリピ書だったんですね。で、ピリピ書の4章、そこはいつもあなた方に言う、いつも喜んでいなさいっていうあそこですよね。ちょっとすごいプロジェクターでね映してもらいます、ね、あなた方は主にあっていつも喜びなさい、繰り返して言うが喜びなさい、ここです。そして、まあ、あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい、主は近い、その次、何事も思い患ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めているところを神に申し上げるがよい、そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るであろうって、まあ、ここはまあ有名なところだし、もう今までも繰り返しね、何度も何度も語られてきているところですが、まるで初めてみたいにこっちのそうすればのところからがね、もうドーンと来たんですよね。で、ダーンと来たけど、私が祈り求めていたのは隠されたところ
癒しを注ごうだったから、それの答えだとは思ったんですが、すぐには分からない。でここを見た時、ああ私の心と思いとを守ることができるのは神の平安だけなんだって、なんかそんな反応をしたんですね。神の平安だけが私の心と思い、でも私だって自分の心と思いがそんなの全部わかるわけではないんですよね。だから初めはその隠されているものを、隠されている私の心や思いのね、その、 癒しなんだと思ったんですが、ここからですよね。そのちょうどスペトレの中で、スタッフの一人がね、そのスペトレのメッセージのあれをレポートをね読んだんですね。でそこをねちょっと読ませてくださいね。人の信仰と神の信仰があるように、喜びにも人の喜びと神の喜びがある。そして感謝をするときに神の喜びに神の信仰に入れられるのだと思ったのです。感謝とは実は神の信仰でもあった。なぜならすべてのことにことごとに感謝することは主にあってしかできないからです。自分の感情に従っていたら一生できません。だから感謝する時点で自分の感情に切れることができる、神の命に入れられるのだと分かりました。だからポジティブに考えることと全く違うのです。ポジティブは人の力ですが、感謝は神の力だから、感謝の力はすごいのだと改めて思いました。平井スズ子さん の、 メッセージレポートだったんですけど、これを聞いてる時に、私は神様が今回語りたいと願っておられることとこうが分かったと思いました。普通はこの感謝して感謝できて喜んで、もうすべてのことに、そしてもういつも喜んでいて、そして思い煩わないで、ね、いると神の平安が私たちに満ちると、神の平安があなたを守るというふうに考えますよね。もうそれも本当なんです。だってもうそれまで感謝できないことを感謝してみるときにね、なんか自分のこの嫌だ嫌だとか辛いとか思っていることがポロリと外れて、確かに平安になるんですよね。でもそれも本当です。でも神様はなんかその次というか、ここに隠されているというかことを、ね、明らかにしてくださってると思ったんです。それはさっきイザヤ53章でも読みましたけど、もうすでに癒されたんですね。その前彼は自ら懲らしめを受けて我々に平安を与えで止まってます。与えたんですよね。与えてくださった。そして私たちは癒された。先にそれがあるんですよね。ところが私たちの感情的な思いや痛みや目の前の現実のあまりの辛さにね、隠されて見えないで翻弄されてしまう。しかし神の平安は、癒しは、許しはもうすでに私たちのうちにあるんですよね。隠されているだけ、見えないだけです。隠されるというのは物があるから隠れるんですよね。ある。よくね、癒し礼拝のたんびにね、もう私たちの現実というのにはね、痛みや悲しみがいっぱいあるし、私は今こんな病だとか歯が浮くとかいろんなありますよね。しかしその現実の向こうに真実があるって言って、よくもう私うるさいぐらいにいつも言ってますでしょ。それはキリストが十字架にかかってもうすでに、ね、それらを成し遂げてくださった、癒しを成してくださったという、こっちが真実なんだって。 でもその真実があるのに、私たちのうち一人一人に神の平安があり、癒しがあり、もう許されたという事実があるのに隠されてしまっている。でもだから神様は御言葉を与えてくださった。もうさっきも言いました、この御言葉に響き合う時にね、響き合う時に実はうちにすでにあるその平安が見えるようにされるというか、表されてくる
そしてこの平井すずちゃんも書いてましたけど、ことごとに感謝できるなんていうのは人の力なんかではできない、主にあってできるということは神様の信仰にあってできる。だからもう感謝するときは実はそこに癒しがなっているし許しもなっている。感謝するって賛美じゃありませんか。だからこの賛美するその響き合うときに実はすでになっている癒しが、すでにされている許しが、すでに与えられている神の平安が表されてくるって。神様はもう隠されたものが表されるとき、隠されたものが隠されたままに置かれるのではない、そんな許しを語ってくださっているのだと思いました。そしてこの御言葉と響き合うって言いましたよ、まあ、賛美と響き合うんですけど、それが一番なされるのが実は礼拝なんですよね。もうだからこう礼拝に来てね、何にも知らない、全く初めての人が礼拝に来て座っていただけでね、体の痛いところがね取れてしまいました、これ何ですかって聞きに来られることがある。それは知ってほしいですよ、この響きは、この癒しはどこから来るかね、キリストであり、キリストの十字架であることは知ってほしいけれど、知らなくってもここに響きが満ちてるですよね。だからこうしてもうたくさんの人と共に主を礼拝しているのが礼拝だけではなくて、この主がおられるところ、その命の響きのあるところ、賛美があるところ、それは礼拝ですよね。で、神様はその礼拝に私たちの目を開き、その礼拝に神の願いがなることを表そうとされていると思いました。実はアドトローヌム、御座の前に来て神と子羊とを褒めたたえよというその賛美ですが、賛が与えられています。これはもう黙示録の、天の礼拝の、姿が書かれた御言葉が少し入りますが、礼拝に来たれ、礼拝をせよという賛美です。でこれが与えられたのは一人のスタッフがね、吉間葉月さんだったんですけど、詩編139編のね最後の節だけね賛美になってないからね、そこが賛美欲しいって言ってこうレポート書いてきたんですよね。でその最後の節に常しえの道っていうのがあるね、常しえの道に私を導いてくださいという言葉があります。詩編139編最後です。私に悪しき道のあるかないかを見て、悪しきっていうのは悪いというんじゃないでしょ、神様から外れているかどうか、それだけです。見て私を常しえの道に導いてくださいって。で実はこれは御言葉賛美集にあったんですけど、彼女も気がついてないし私も気がついてないから、これを IC に入れたんですね。で前の方の続きなんて私の中には蓄積がないから、いきなりこれを歌ったんですけど、元あるのともうほとんど変わらない賛美だったので、もう新たに起こすのはやめました。代わりになぜ神様がこれをね私の IC に入れさせたか分かったんです。常しえの道に、常しえの道にという時に、実は今から賛美するアドトローヌム3が響いていたからです。でこの常しえの道に響いているこの賛美は何だろうってね、気になって気になってしようがないんですよね。それで入れました。そしたら御座の前に来て礼拝せよ、だから御座の前の礼拝への道に神様は、ね、常しえの道として導いてくださるんでしょうね。
白い鳩の神秘な体験がこの地に起き、たくさんの知恵の言葉が同時に与えられてきましたが、その頃最も不思議な言葉の一つがこれでした。人間の計らいなど所詮大したものではない。解き明かしの中でも少々奇妙な解き明かしの言葉でありました。人間の計らいなど所詮大したものではない。じゃあ何ですか、あなたの計らいは大したものなんですか、っていうような反応の仕方を水子さんはしてますけどね。そりゃそうですよ。神様と比較するなら人間の計らいなど大したことじゃない。しかしこの解き明かしのことは何か深く、そして強く今迫ってきます。私が今朝選んだ聖句は第一コリント書の2章の6節から7節です。しかし私たちは円熟している者の間では知恵を語る。この知恵はこの世の知恵ではなく、この世の滅びゆく支配者たちの知恵でもない。むしろ私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。それは神が私たちの受ける栄光のために世の始まらぬ先からあらかじめ定めておかれたものである。この世の知恵、この世の支配者たち、しかし人間の計らいは所詮大したことではないのです。大したことではないけど、私たちは現象世界で人間の支配者たちの言葉を聞いていると不安になりますよね。もう日々そうでしょ。今朝も新聞のトップはロシアが軍事行動を起こしたと。大国というのは何をするかわからないですよね。そしてもう不安な要素というのは刻一刻と変わる。最近では数ヶ月の間、中国や韓国は激しい日本攻撃をします。聞いていていい感じはしないでしょ。違うんじゃないかと思ってもね、そういうことをマスコミを通して日々聞いているうちに気が滅入りますよ。人間のやることというのは、ガキと大人と政治家と少しも変わらないんですよ。私たち、あなたも私も変わりはしない。気に食わない相手がいるとどうしますか。まず気の合う人と一緒になってその人の悪口を言うでしょう。好きでしょあなたは。お祈りなのよと言って。だからクリスチャンのこれやる方は陰湿なんですよ。よく喫茶店でお祈りをやる。それがだん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 とはらんでいくんですよ。あなたは自分が流している毒がどんなものか気がついてない。蚊の火は見ます。永遠の時に入ったらね、うわあんな恐ろしい毒を私は流してたのだと。サリンのような毒をあの喫茶店の室から流してたんですよ。私この世の支配者たちはそれをやります。国と国とは結託してけしけなんじゃないか、あんなことがあったの、やっつけようよ。そしてその否定的な抽象誹謗の言葉をどん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 吐いていく。
聞いているうちにね、人間って不思議なもんなんですよ。はあ、本当に俺ってこんな悪いのかな、落ちていく。よくほら新聞などで冤罪などという言葉が取り上げられますよね。そしてそのやってもないことを、例えば刑事がね、お前やっただろうやっただろうやっただろうと言うと、不思議なことにやりましたと言うらしいですね。言わなきゃいいのにと言うけどね、いやそんなに強い人間でいないんですよ。それでもまあ裁判の時にやっと真実が出てきたっていうこともありますけど、それが真実が出ないままその獄につながれるという人だって結構いるんでしょうね。人間の計り事ですよ。私たちは攻撃すれば勝つと思っている、批判すれば必ず勝つと思っている、これが人間の計り事なんです。しかしあなたが吐く否定的な言葉、抽象誹謗、この空間に回って、そして必ず帰ってくる、ブーメラン現象を起こすんです。あなたのところに帰ってきますよ。そして帰ってきた時、あなたが受ける被害は何十倍にもひどくなる。人間の計り事など所詮大したものではないけど、傷つくのはあなたである。傷つくのは抽象的な言葉を吐き、人を誹謗し、相手の国を貶める。これらの言葉は必ず返っていく。そして指導者を滅ぼしてしまう、国を崩壊させる。だからこの世の滅びゆく支配者たちの知恵とパウロは言ったんです。この世の滅びゆく支配者たちの言葉に翻弄されるな。むしろ私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。隠された神の奥義という言葉は数回パウロの書簡の中に出てきますが、私は確信します、今主なる神が私たちに示されている礼拝、これが神様がいよいよ隠されていた最も深い奥義である。その礼拝の奥義が開示されてきた。ここ最近は3時の祈りの時に、もうほぼ毎日のようにアレルヤと都の明かりの賛美がされてますよね。私たちが示されたのは、これらの賛美を通してキリストの平安が、誠の和解が、癒しが、韓国のリーダーに、中国のリーダーに注がれることなんです。私は言葉ではまだ十分に言い表すことはできないけど、これらの賛美を通してどんな不思議なことが今現に行われているか、いかなる政治家や経済力を持ってもできないことを神はしてくださる。だから我々はアレリアや都の明かりを賛美するたびに、韓国や中国の支配者たちがキリストの礼拝に出ている姿を見るのです。必ずそうなる。
そんなアホなことかとこの世の人は言う。しかし神の真実はこの世の知恵をはるかに超えたものである。十字架から示された真実こそ誠の誠。私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。先ほど美津子さんが解き明かしの言葉の一つとして隠されたところに私の癒しを注ごうと、これは神様の奥義や、いよいよ表面に現れてくるということの証であります。よよ隠されていた神の奥義が現れてくる、終わりの時代だからだと思います。それは神が私たちの受ける栄光のために世の始まらぬ先からあらかじめ定めておかれたものである。この世の始めから、始まる先からという言葉ですよね。とっても不思議な言葉なんですけれどもね、聖書の中で、新約聖書の中で何度か出てきます。世が始まらない前、 Before the foundation of the world。 私が一番驚いたのは、なんとこの言葉が黙示録で2回子羊に関して使われていることなのであります。その一つが黙示録の13章の8節にある言葉。ここはね、口語訳ではもう残念ながらちょっと言ってなかったのでオーバーヘッドに出ませんけれども、口語訳では地に住むものでほふられた子羊の命の書にその名を世の初めから記されていないものは皆銃を拝む、サタンを拝むというふうに書かれております。その名を世の初めから記されていないもの。ところがこの原文のギリシャ語はですね、どう全く他の違うように読めるんです。地に住むもので、いいですか、世の初めからほふられていた子羊というふうに読めるんです。子羊の方にかかる、世の初めが人の方で、ではなくて子羊にかかる。世の初めからほふられていた子羊の命の書に、で事実このように読んでいる訳が英訳の中には数個あります。最も有名なのがキングジェームズでありますが、その他の現代語訳の中にもこのように世の初めからという言葉を子羊、ほふられた子羊の方につけている。で、私も実はそうではないかと信じているものです。これは口語訳の方じゃなくて、実はもう一つの訳、地に住むもので世の初めからほふられていた子羊、そのインプリケーションが分かりますか。人間の考えていたのともう全く違う。私たちが常識的に考えるなら、神様がまず全部を作って、そしてその人を作り、しかし残念なことにその人が罪を犯し、それで神様はこうして頭かけながら、しょうがないな、とんでもないことしてくれたなと、そこでイエス・キリストを後に送って、そしてその人間の罪をあがなうと。一直線上に創造があって、罪があって、そして十字架があってというふうに理解しております。長くそのように理解されていた。しかし違いますよ。私は聖書を読み出した最初からそんなことは知らなかったけどね、なんか違うなと思ってた。そんな神様がね、自分の失敗を償うためにまた十字架を送るなんていうのは全然おかしいなと。そして黙示録のこの言葉を発見したときに、やっぱり違ってた。最初からあがなってたんですよ。
ほふられた子羊は世の初めからいたんです。創造と同時に贖いがあった。それで私は後に創造は贖いであり、贖いは創造であると言うようになったのは、この黙示録の13章8節の言葉から来ているんです。最初から同時に神様は創造と、あなたを創造すると同時にあなたの罪も知っており、あなたの病も悲しみも全部知っておられた神は、それと同時に癒しを、許しを、贖いを与えておったというのです。だから私たちは今隠されていたその神の知恵に、ああそうだったのだ、神様はすべてを癒されていたのだ、贖われていたのだ、現象世界では国際情勢がどん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 日々悪くなり、このまま行けば戦争はもうやむを得ないなと。しかし違う、それは違う、最初の神様の原点に戻る、戻るならばすでにそこに癒しがあり、すでにそこに勝利がある。キリストの勝利を見よ、そのために私たちは呼ばれたのです。私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。賛美の礼拝はその神の知恵の一つであります。いや、究極のものではないかな。神様がいよいよ隠されていたものが今こそ明らかになってくる。なぜか神は最初に私たちにそれを示された。そしてこの礼拝の中で、今や私たちは天にあるもの、地の上のものの代表である私たち、そして地の下のもの、すでに亡くなった者たち、キリスト教会が長年地獄に落ちてしまったと、そこを語ってはならぬ、入ってはならぬと言っておったも、タブーとされていた地域、その者たちに、いや違う、時が来た、地の下の者たちも今共に贖い主の御前に来てキリストを賛美する時が来た、それを宣言するに至りました。キリスト教会がこのことを知るならば、子羊をいよいよ異端として糾弾するでしょう。しかし構わない、もう時はない、私たちが相手をしているのはキリスト教会ではない、柵の外の幾千幾万のためである。いや地の下の者たち、何億という魂にキリストの光を届ける、そのために神様が風の教会を建てられた、私たちを呼ばれた。隠された奥義が、神の知恵がいよいよ明らかにされる今、キリストを心より賛美してございます。アストローのこの賛美をしながら、キリストの聖餐の座に着きたいと思います。
キリストの体なるパン、子たちよ、今こそその神秘に預かりなさい。取って食べよう。子羊の血、この血を飲むことにより、天にあるものよ、地の上のものよ、地の下のものよ、清まれ、そして癒されなさい。あなたの体なるパンを食べ、あなたの約束の血潮なるブドウジュースを飲みました。パンが裂かれ、ジュースが飲まれるとき、あなたの許しが、癒しがなったことを感じました。私たちのために血を流し、十字架に命まで捨てられた主よ、あなたの十字架は完成しました。私たちは許され、癒され、平安を与えられています。今その平安が表される時が来た。その平安が全地になる時が来たのだと思います。主よ、ありがとうございます。そして今日この礼拝に来られた方、お一人お一人に主の癒しがなったことを信じます。右肩が痛くて首まで痛いという方に、目に、そして喉に異物が詰まったような違和感を、不安を覚えておられる方に、そしてお腹に、腸の具合が悪い方に、耳に、そして爪に、皮膚に、これが何を意味しているのかわからないのですが、主の癒しが、優しい癒しが爪に行きました。そして髪の毛に、あるいは頭皮なのかもしれませんが、そんな悩みを抱えてここに来られた方がおられるのでしょうね。癒されました。足に、足の指に、肘に、膝に、腰に、そしてどう祈ってよいかわからない、もうどうしていいかわからないのです。うつむくしか他に道がないのですと主に祈ってこられた方に、主が来られた、隠されたところに私の癒しを注ごう。主の癒しはあなたにあります。主、ありがとうございます。経済のこと、ご家族のこと、特に子どもさんのことで傷んでおられる人にも、主はその癒しをされました。主の癒しは完全
完璧です。なぜなら主は十字架にすでに勝利されたからです。主ありがとうございます。あなたの聖餐に預かったこと、そしてこの癒しを感謝し、イエス様に愛を捧げられたことを感謝し、主の御名によって祈ります。アーメン。片栗の花を賛美しながら主の御前に献金を下げたいと思います。関西の地方は暖かいから片栗の花を見ることはないけど、これ寒い地方ですよね。もうすぐすると本当に綺麗な花なんですよ。でもこの歌に歌ってるようにひっそりとね、派手な花じゃないですからね。この歌を作ったのは水子さんだよな。珍しく指摘ですよね。いやいや、大体水戸さんが作るとね、ハレルヤハレルヤとかね、主を褒めようだけどね。私ね、作ってるわけじゃないんです。なんか花がそんな風にね、歌ってくれってこう語ってくるような気がして、これ感心してるんですよ、ね、本当にそう。で、私は今日はね、この片栗の花をね、賛美しながら、あ、一人一人にあるこの一人主の前にね、静かに祈ってる姿を、あ、神様が見てくださってるんだってね、なんかそう祈ってる人の姿を思い浮かべるんではなくて、私のうちにある片栗の花をね、美しいんですよね、ひっそりとさ、見てくださっている神様の目をね、今日は感じましたということです。間違いございません。パテラノステル。
アーメンなる方に栄光と力と権威と御国と余裕限りなくありますように。アーメン。